は見えていったりはしたんですけれども、これ新劇場版ではっきりと分かりました。まずですね、このエヴァンゲリオンというアニメの世界の中はですね、シンジ君、碇シンジ君が望んだ世界、これがあなたの望んだ世界そのものよというものがループしているということが、新劇場版ではっきりしましたよね。シンジ君の望んだ世界そのものがループしているわけですね。テレビ版のラスト2話とか旧劇場版で描かれていたんですけれども、この世界というのはシンジ君の望んだ世界そのものなんですね。シンジ君というのはですね、ずーっと悩んで、生まれてからこの方ずーっと悩んで生きてきたわけですね。何を悩んでいたのかというと、僕は一人の方がいいのか、それともみんなで一緒にいる方がいいのか、という問題ですね。これについてシンジ君はずーっと悩んでいるわけです。シンジ君はまあ、最初はですね、子供の頃というか、幼児の頃ですね、最初の頃は、